皆さん、ヤッホー、リクターネナーリクです。今日はやっと鬼滅の刃ウハース3が発売されました。で、あのね、今日の朝学校行く前にお父さんと一緒に早くに2ボックス買ってきたので、果たして全35種類40個でコンプリートできるのか、早速開封していきましょう。 I don't wanna be the girl but I kinda need a word when I'm into you。こちらのウハース、まあ、いつも通り1個130円くらいなんですけど、ね、種類がね、キャラカード13種類、技カード14種類、ビジュアルカード6種類、シークレットが2種類で、見て、まずパッケージがね、2種類で、ほら、煉獄さん写ってんの。多分映画のカードもあるんじゃないかなって思うので、まあ狙いはね、あ、ほら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 、煉獄さんいいんじゃん。え、狙いはやっぱり煉獄さんと、あとシークレット2種類っていうのも気になるから、まあ、それが出てほしいですね。まあ、1番コンプなんですけど、 5枚しか被れないから怖いですね。うわー、ドキドキする。じゃあ1パック目、記念すべき1枚目は何が出るのか。ウエハースはいつも通り白いウエハースですね。1枚目、はい、あ、ねずこ、はい、血鬼術抜血のねずこです。これこう読めるね、どっちも読めますね。はい、1枚目ねずこでした。あ、見て、裏にはやっぱり、あ、説明が書いてありますね、血鬼術の。いいね、ルイも写ってるし、あのディフォルメシールウェハースとはちょっと違う感じでね、いいですね。2枚目いきます。はいはい、姫島さん、いいね、柱。うわ、あのもう後ろはもうあの姫島さん集ですね、もう最高です。煉獄さん、煉獄さんが出てほしい。あとシークレット、せーの、はい、あー、はい、あ、これ技カードだ。水の呼吸5の方、寒天の自由、いいですね。私この技めっちゃ好きです。はい、ルイのね、お母さんのところかな。せーの、じゃん。はい、富岡さん、いいね、柱結構出てて、富岡さん、いやー、かっこいい後ろも。はい、せーの、じゃん。来た来た来た、待って、来たよ。はい、煉獄さん来ました。しかも映画のさ、ポスターになったやつ、待って、縁柱って書いてある。やった、嬉しい。もう煉獄さんいくらでもかぶれって感じ。はい、煉獄杏寿郎って書いてあって、めっちゃかっこいい、このカード。やばいやばい、いきます、次、せーの、じゃん。はい、善逸です。いいね、これは何カードだろうね、キャラカードかな多分。はい、善逸です、かっこいい。あ、この真ん中かっこいい。はい、せーの、はいはい、技カード、これ1の方じゃん、水面切り、いいね。最終選別の時の炭治郎。シークレットは出ない、なぜ、せーの、はい、え、待って、シークレットじゃない、え、待って、シークレット、はい、シークレット出ちゃいました。映画のポスターのやつじゃん、演武と炭治郎。え、絶対シークレットだよね、32、え、絶対そうでしょ。はい、シークレットいきなり出ちゃいました。やばい、嬉しい、やばくない。ワンボックスでシークレット出たから、次のボックスにあるかも。はい、おっと、あ、技なぎですね、11の方、なぎ、富岡さんのね、いいね。これルイのところですね。せーの、はい、煉獄さん来ました。うわー、もう最高なんだけど、超かっこいい、煉獄杏寿郎。うわうわ、裏も最高、いいね。え、待って、今はもう10個開け終わります。10個目、せーの、はいはい、しのぶさんです。かわいいね、キャラカード結構揃ってきてますね。で、10個開けて、かぶりなし、順調、シークレット1枚出たし、せーの、はい、初かぶり、煉獄さんです。うわー、いきなりワンボックスでかぶんないかなと思ってきた。めっちゃ嬉しいんですけど、あと4枚しかかぶれない、やば。せーの、はい、待って、またシークレット来た。え、待って、やばい、これは赤座炭治郎、煉獄さん、超かっこいいんだけど、やばくないですか。35番、え、絶対そうだよね、シークレットだよね。え、やった、待って、皆さん、いきなりもうシークレット揃っちゃいます、2種類。え、びっくりなんだけど、やばい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 、ワンボックスでシークレット揃った。よし、いきます、次、せーの、はい、炭治郎です。いいね、炭治郎来ました、主人公です。いいね、これ、せーの、はい、あ、はい、技カード、蝶の舞、戯れ、いいですね、しのぶさん、かわいい。せーの、はい、あ、伊之助だ、けだものの呼吸ですね。これが確か空間指揮官だっけ、指揮官か、いいですね、伊之助の技も好きです。はい、あ、また伊之助来ました。
はい、2連続ですね、伊之助。でまだ言って1枚しか被ってない。はい。待って、これ最高。禰豆子と炭治郎、かまど炭治郎、かまど禰豆子。いいですね、これ。かわいい。これ最初の1話のやつですね。せーの、じゃん。うわ、これ最高。煉獄さんと炭治郎です。この煉獄さんのドアップス最高。待って、やばくない？今回煉獄さんいっぱいいて嬉しいんだけど、やば。いきます、20個目半分、せーの、じゃん、禰豆子です。はい、皆さん、ワンボックスで1枚しか被ってないですよ。順調じゃない？21個目、じゃん。はい、被れるのはあと3枚、やばいです。じゃん。待って、煉獄さん3枚目最高じゃない？やばくない？でもあと2枚しか被れない。やばい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 。待って、コンプ無理かもしれない今回。やばいやばい。でも煉獄さん被るの最高ですよね。せーの、はい。あ、よかった。はい、品津川さんです。よかった、出てない出てない。いいですね。私品津川さんもね、めっちゃ好きです。あのアニメでは、うわ何こいつと思ってたんですけど、漫画読んだらもう感動しちゃって最高ですね、品津川さん。せーの、はい。あー、やばい、被った。やば、待って、かぶりました。一の方みなもぎり。あと1枚しかかぶれないってこと？無理な気がしてきた、やばいです。いきます、じゃん。シークレットまた来たんだけど、やばくない？どうした今日。いいのか悪いのか分かんない。あ、待って、もう5枚かぶりました皆さん。はい、もうかぶれません。これかぶれだったらもうコンプ不可能。せーの、はい。あ、よかった、まだまだ大丈夫。水の呼吸、くの方、隆々雨天ですね。これどっち向き？あ、こっちか。あ、こっちでした。あ、あれですね、あの太鼓の鬼のやつですね。いきます、かぶれないよ、かぶったらダメ。はい、かぶってない。はい、イグロさんです。いいね、イグロさんかっこいい。じゃん。はい、皆さん、秘宝もうコンプリート不可能です。マジか。うわー、コンプしたかったな。じゃん。なにこれ。これシークレットじゃない？何これ、超光ってんだけど。あ、待って、前のディフォルメシルエハースも隠れシークレットっていうのあったんだけど、これそうじゃない？29番。技だよね。でも技カードか。こんなキラキラする？すごいんだけど。だってさ、他のさ、技カードこんなキラキラしてないよね。ほら、これも技カードだけどキラキラしてないじゃん。やばいやばい、ヘキレキ一戦出ました。やばくない？ちょっと待って、私の言ってたシークレット合ってるのか。でもシークレットっぽいんだよね。はい。待って、煉獄さんも4枚目だよ、やばくない？どんだけ愛されてる私。いやー、かっこいいからもう全然いい。もう被ってますね、めちゃくちゃ。じゃん。はい、かぶりなぎ。はい、富岡さんのなぎです。せーの、はい。はい、かぶり禰豆子ちゃん。待って、もう全部かぶるんじゃないってくらいかぶってんだけど。せーの、はい。かぶり、やばくない？新しいのね、みつりちゃんも出てないし、うずいさんも出てなくない？せーの、はい。また光ってる、これ。ひなかみかぐら演舞です。また光ってる、技カード光ってるのもあるんだね。超かっこいいじゃん。うわ、いいね、これルイの時、なたごも山の時ですね。超かっこいいです、炭治郎。せーの、じゃん。はい、かぶり伊之助。はい、せーの、じゃん。はい、善逸かぶりです。あれ、かぶり出たっけ、この善逸。あ、出てますね。まあシークレット出たし、煉獄さんも出たから、まあいいかなって感じ。はい。あ、煉獄さんまだいたの？待って、超かっこいいんだけど。円柱って感じ。これ赤座の時だよね。うわ、超かっこいい。待って、もしかしてまだ煉獄さんいるの？でももう結構出たよね、煉獄さん。せーの、はい。うずいさん出てくれました、よかった。待って、みつりちゃんが出てないの？イグロさん出たのにさ。はい、うずいさんです。かっこいい。早く2期見たいですね。いきます、はい。お、みつりちゃん出た、やった。はい、みつりちゃん出てくれました、よかったよかった。かわいい、みつりちゃん超かわいい。はい、皆さん、ラストです。何出てもいいかなって感じ。まあ煉獄さんがいい。せーの、はい。お、出てない、これ。はい、2の方よ、あれ、横水車ですね。めっちゃいいね。貝だ、 2の方の貝。はい、こんな感じです、よかった。で、7種類出てないですね。やっぱりこのカードね、あのコンプしづらくて、いつも絶対2ボックスではコンプできないんですよ。まあしょうがないかなって感じです。じゃあ今回出たのをちょっと並べます。
はい、今回ね出たカードが炭治郎、根津子、善逸、伊之助、富岡さんで、柱はね富岡さん、忍さん、宇髄さん、みつりちゃん、いぐろさん、姫島さん、品津川さん、煉獄さん、あと無一郎くんが出てないんですよ、柱。あとキャラカードもう一種あるはずなんですけど、多分カノオちゃんなのかなと思います。で、技カード、水面切り、横水車、久の方のやつ、寒天の自由、獣の呼吸、血気術、なぎ、戯れ、演武。これそうキラキラなのびっくりした。演武と霹靂一閃、これびっくりしちゃいましたね、キラキラで。で、あとこれめっちゃかっこいいやつで、煉獄さんで、映画のシークレットですね、シークレットで、また煉獄さんで、また煉獄さん、これ超かっこいい。で、最後にシークレットですね。で、シークレットが被ってくれて本当に良かったです。マジで超嬉しかった。で、残念ながら40個でコンプリート、あと7種類出なかったんですけど、でもまあ煉獄さんがめちゃくちゃ被ってくれたし、まあそれはそれで良かったなと思います。で、もしね、もしリベンジしてほしいっていう方いたら、ぜひコメント欄に書いてください。じゃあまた鬼滅グッズ見たいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。概要欄から私の SNS のフォロー、私のグッズも見てみてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。